天城トンネルまで行ってみますよ。とりあえず天城トンネルまで行って休憩しましょうかね。はい、スタート。紅葉がいいね。紅葉素晴らしい。工事中だから大型車両が通るのね。ダンプも通るかもしれないね。ここはねもうフラットだからもう全然余裕よ。前からね大型ダンプが来たら困るからね。だけど見通しが悪いコーナーのところだけはちょっと気をつけて走るようにしますよ。ここがね早いとこ終わってくれればいいんだけどね。いつまでなんだかね。ゴルフがいや綺麗だね。いやもう盛りじゃないですか紅葉の。綺麗綺麗。行ってみましょう。すごいね流れてきて上の方からドサッと。いやいいね。もみじ狩り、あんまりもみじは生えてないけど、手頃手頃手頃なね林道ですよ。いいですね。寒天橋ですね。これねバス専用八丁池行ける道ね。これがね何かやるとこう下がるんですよね。あそこ回すんだハンドルを。南京錠かかってるけど手動だ。これ寒天橋石川さゆり。しばらくねバス通りなんですよ。なら舗装されてます。さっきのね道の方へねバスが走っていく都合があるんで、ここでね左に曲がるとまたダート。なかなかねくねくねだねこの道は。楽しいけどねちょっとね早く走ろうと思うと難しいね。割とタイヤグリップしなくて。まあこういうフラットダートが一番楽しいのかもしれないけどね。モトブログやるにはちょうどいいんだけどね。まあ前をね今回はシマウマさんに走ってもらってますから、まあ絵面的にね林道のまっすぐみたいになってなかなかいいんじゃないかなと思いますけどね。こっからね寒天橋までは舗装区間ですね。寒天橋ですね。でまた再びダートですね。またこんな感じでね富士山やね伊豆の景色が見たいなと思っていただけましたら、ぜひねチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。